これすごいね。こんな訴えの文章あったんだね。こんな訴えの文章。これ美術館って、これ美術館そこ、あ、これじゃないんだ。昔からある。行ったことあったっけ。ないか。俺は私は一回ある。町田市で見せます。なんか取り壊して、なんか違う美術館みたいな建てるやつ。なんか取り壊さないでってすげえ書いてあったけど、この取り壊すのでもこの辺の自然の木だいぶさ、なんかまあ、殺してしまうって聞いたけど、500本の木を伐採しないでって書いてあって、この自然壊すぐらいだったらやんないでって言うと正直思う。まあね、だからね、どうしてかで建て直すっていうのはわかるんだけど、うん、結構悲痛なお願いみたいな感じでした。ふう、下側きも、うん、あのグランドまではいいけど、いや、グランドまでは行かなくていいよ。うん、多分すごい。ネチョネチョしてんだし、どうせ。ね、どうせネチョネチョしてんだし。多分今日でもうワンシーズンおしまいだと思うから、今日はすか。あの、散るっていうか、もう葉桜になってると思う。雨でさ、散っちゃうじゃん。うん。うん。そのギリギリまで頑張ってた桜たちが。結構散ってたから、本当にちょうどだったんだよね。その多分、雨ずっとだったじゃん。うん。あの辺からちょうど、行くない4万回だったんだよね。コーラ買う今日。どっちも？なんか水曜日にさ、うん、来た時はすげえ、そこまでまだ満載じゃなかったから。うん。ちょっとコーラダメするからな。ちょっと考えてんだよな、俺。最近なんかコーヒー牛乳がいい。あれ、売ってねえんだよな。なんか急にブームが変わった。うん、今日行けばよかったね、このグズグズしてる間に。まあ、いいじゃない。うん。でなんか出ないと本当で。そうだね。引き込めるからなんか、あれだわ。無理になった俺も。インドが派だったはずなのに、もうアウトドア派だって。なんかね、絶望感感じる。時間があっという間に過ぎちゃったって。犬とかいなかった時、うん。普通になんかまだ10個ぐらいの時、一切届けなくて、引き込まってたの、本だから。はい。でもファミコンとか遊べてアウトプットできたからゲームとかやってるらしい。アウトプットできたからいいけど、人生簡単だな。まあね、まあじゃあ何で登るようになってきたら、うん、あと10年早かったな、日が見てやる。うん、画廊伝説。うわ、うん、ここも綺麗なんだ。あ、本当だ。こんな夜に行くの初めてだな。いや、怖いでしょ。あ、いいよ。腹が減った。減ってはないけど、雨降るとね、人間太陽にちょっとでも浴びないと死ねなくてよく分かるな。ていうかもう朝のゴミ出しした瞬間に泣いた。え、あ、うわっと思って、今日こんな雨降ってんのと思って。いや、もう雨降ってんのが一番にしよう。これ暗くしないと。雨降ってでもなんかね、まあ軽くはね。いや、ドライブだけだったらいいんだけど、あなたの場合登山もやるって言うのもそれは無理だよ。うん、それは無理だよ。しかも場所遠いし、近く、うん、まあ明日ロープウェイで行けるんだもん、山頂まで。明日じゃあそこ行くか。それで山頂行って、山頂になんか神社あるらしくて、うん、そこのご祝儀もらう。で、天気がいい時は今度ロープウェイなしでリベンジすればいいじゃん。まあね、
とりあえず再来週はあそこ行くよ。長野も帰るけど、来月の4月25月か、あ、違う、4月20何日、もう休みやったらそこ帰るよ。うん、5日か6日か、今回たっぷりいる。いやもうここも たっぷりいるよ、真相だから。おや、いや分かんないからね、悔いが残らないように。綺麗だねこの下、上からも見えたの。うん。見えないしね。どっちにしろあっち。上から見てる。いやそこまでいいでしょ。まあ別に大したあっちそんなにすごい。あれ木倒れたの。え、あ、本当だ。ちょっとか。うん、さすがにあれは自力じゃないでしょ。滑り台もできないし。逆に雨降っててよかったのかもね。だってあれ晴れてたら誰かぶつかって事故。大丈夫かポンペンお前は。引っ張るからね、ポンペン。じゃあ帰ろう。ここ歩くの好き。このなんもない道。え？ここ見たいの？明日は秩父か。なんかな、弾けねえな。秩父秩父って。なんで？飽きてきちゃう。うん。2回連続だもん。なんかな、ちょっと埼玉以外でない？箱根とかさ。箱根行きやすいんだよね。箱根は行きやすい。江ノ島とか。江ノ島楽しいよね。雨だとダメ。危ね。海だから湿気で。そう。うん、ああ海はだるいやつ。だるい。あそこはやっぱ雨降ってないと気持ちいいのが。八景島もな、雨降ってるとだるいしな、そこ。だめ。よし、じゃあ行きますか。帰ろう。ポンテン帰るぞ。なんで戻れじゃん。明日はだって行くんでしょ、秩父。雨で散歩できるんですよ。本当なんだって分かんない。もう分かんない、あなたの言ってることが。いや歩かせられるかが分かんないっていう。あれ、ここ強引に歩けばいいじゃん。ほぼチュールないくせに。チュールないくせに。おやつならあるよ。騙されないですかんわんよと言いつつ見ちゃったですかんわんね。もうそろそろ、あ、蓮舫って呼ぶよあなた。解決策ないのにさ、こうしたいっていうからさ、蓮舫って呼ぶよ。うん、いいんだけどさ。じゃあ、ここがあっち行こうとしてるんで、いつもあっちまで行くから。うん。その解決策がないのに、あるような言い方されて、ちょっとイラッとしてくるんだよ。ここ行こう。全部さ、私、あんだし、全部あんたが嫌だ、嫌だ、嫌だ。嫌だといけないよ。ちょちょ、嫌だとか、そういうわけじゃなくて、じゃあ行こうかってなってさ、遠くなって、あ、やっぱ遠いなとかさ、なんかさ、そういうふうになるわけじゃん。
やっぱ歩かせらんないなとかさ、それちょっとイラッとしてくる。行くならスパッと行こうよって話。いや歩